本当にいいんですか？その私なんかとお気遣いいただいているのは嬉しいのですが。そうですよね。男性恐怖症だなんて。生徒会の役員にも男性の方たくさんいらっしゃるわけですし。あ、もうすぐ下校の時刻です。行きましょう。興味ありそうな話題どうしても思いつかなくて。ここ岩戸台分寮ですよね。ここにお住まいなんですか？私の家と逆方向です。すみません、途中で気づいたんですけど、その言えなくて。私なんかのためにお時間を割いていただいて、今日は本当にありがとうございます。汝、正義のペルソナを生み出せした時。